っしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はじめまして、白星美優です。美優です、よろしくお願いします。何を頼みます？わかりました。お願いします。乾杯。はい、どうぞ。そういえば、いや、いや、それ本当ですか？どうですか？ありがとう。私ね、
ミユです。よろしくお願いします。ああ。とても楽しかったです。
よく来たな、キリュウ。柏木さん、あまり時間がない。お前とはいろいろと話しておかなければならないことがある。はい。今日の幹部会のことだ。どういうことや、四代目呼び戻すやと。そうだ、今六代目が現場を離れたら東条会の基盤が揺るぎかねん。ここは最悪の事態も想定し、他の組織も承服する人間に東条会を任せるのが先決だ。何やと。私は賛成です。ミネオノレ。神田の兄貴、ここはキリュウ4代目に出張ってもらうのが最善の策です。何やと。頭、俺は6代目と直接杯を交わした間柄です。本来なら何があっても大悟さんに戻ってきてもらいたい。ですが、近江連合やその他の組織のこともあります。ここは早急に他の組織が納得できる代行を立て、大悟さんの帰りを待つしかないと思います。うん。今さら何言うとじゃ。国道が頭取られて落ち着いとる場合か。株ばっかりやって頭おかしいとんちゃうか。おお、ミネ。俺も神田と同じ意見です。極道だったらまずやることは後目のことよりも返しが先でしょう。浜崎。頭、俺が仕入れた情報じゃ、会長跳ねたのは風間のおじきによく似た男と聞きましたが。浜崎、お前それはほんまか。どういうこっちゃ。六代目の側近の話だと、大吾が会長室で撃たれた時、部屋にいたのは風間の親父によく似た男だったらしいが。まあ一度死んだはずのおじきが生き返るわけもありません。別の人間だとは思いますが。頭、なんかご存知なんじゃないですか。いや、俺も全く見当がつかない。どちらにしても今東条会がすべきことは、会長を撃った男を捕まえて誰が戦争を仕掛けたのかを探ることでしょう。四代目桐生さんを戻すのはそれからでも良いのでは。いや、それは違う。あ、今は早急に東条会の足場を固めることが先決です。直系99団体、桐生さんを代行に立てて一枚岩になっていかないと組織は崩壊してしまう。桐生って何やねんお前。そんなに桐生に跡目渡したいっちゅうんやったら、いっそのこと俺がキリュウの首取ったるわ。神田、お前。頭、この際やから言うときますわ。うちら三代目錦山組、キリュウの下に入んのはお断りや。初代も先代もキリュウにやられたいうこと、うちら錦山組は忘れてへん。だがそん時お前は強姦罪で無所の中だっただろうが。しゃがしゃボケが。とにかく桐生の首取る理由、錦山組にはあるんじゃ。こうなったら桐生ぶっ殺してわしが東条会の跡目になったる。桐生は東条会の敵じゃ。わしの手で桐生の首取ったら。それは聞き捨てならない話だな。ああ、桐生さんとやり合うのは構わない。だが錦山組に東条会の跡目渡すわけにはいかねえってことだ。ねえ、
カジラ。何を言っているんだ。今跡目の話なんかしている場合か。でもカシラは桐生さんを呼ぼうとしている。俺も神田と同じでそれには反対なんですよ。浜崎、このまま桐生さんが代行に座ればそのまま七代目に復帰ということもある。お前もそれは嫌だろう、ミネ。もう一人の幹部の意見も聞きたいね。真島の兄さんよ。あんたも本部の若頭補佐だ。何か喋ってくださいよ。アホくさ。うん、俺は別にどうでもええ。あんたらで好きにやってくれや。どういうことや。風間のおっさんの亡霊探すもよし、桐生ちゃんとドンパチするのもよし、好きにせえ。そうや、一言言うとくわ。うん、喧嘩すんのは結構やが、もしうちの島に入ってきたら、そん時は怪我するだけじゃ済まへんで。真島。ほな。桐生ちゃん、えらいことになったで。そんなことが。すでにお前がカムロ町に戻ってきたことを知っている組もあるだろう。特に神田の動きには気をつけろ。はい。おそらくそれぞれの組がそれぞれの行動に出る。俺は神田の動きを抑え、一刻も早く大吾を撃った男というのを突き止めるつもりだ。その件ですが、実は。これは。何？
が、もしこの絵の男が犯人だとして、どうやって沖縄と東京の移動を。中原が撃たれたのは昨日の4時過ぎ、大吾が撃たれた時間が6時半ごろ、差し引いて2時間半。沖縄東京間は飛行機でもそれくらい時間がかかる。どうやったって空港から搭乗会に来る時間はないんだが。これは停電か。変だな、カムロ町の明かりはついてるみたいだ。柏木さん、この男とつながってるやつを探し出せ。つながってる、多分そいつは沖縄のリゾート開発の裏で利権を狙ってる。そいつは搭乗会に。搭乗会内部の人間ですか。そいつを探し出せ。いいな。はい。柏木さん、柏木